孔子とは、中国北宋大に、四川地方で発行された紙幣。世界史上初の紙幣とされる。北宋では孔子、南宋では海紙と呼ばれた。額面七万七千銭の孔子。宋より前、東大に赤棒というものがあり、銭、金銀、不白などを預かり、預かり手形を発行していた。この手形は、他の地域において、現物と同じ価値を持って、 支払いに使用することができ、流通していた。赤棒は後に堕落して部来者の集まる、賭博場のごときものとなったが、手形発行の方式は全国的に広がり、講子開始、赤子,子などの手形が発行され、講師の発行所は講師式と呼ばれた。五代十国時代においては全中国的に商業活動が活発化しており、主要な貨幣である銅線の需要は、 非常に高かった。しかし、四川地方では銅の産出量が少なかったので、当時四川を支配していた前。職及び後、職政権では産出量の多かった鉄を使用して、鉄線を発行していた。総長に変わった後も、全国的に銅不足の状態が続き、しかも西方二世果などの進行の悲観民族政権が成立して、 四川がその勢力圏に近接するようになったため、四川では引き続いて、鉄線の使用が強制された。鉄線は銅線に比べて重く、持ち運びに不便であり、またそのことから銅線に比べて10分の1程度の価値しか持たなかった。そこに、四川の中心都市、生徒の16の講師式が組合を作り、鉄線を預かってその預かり証書として、講師を発行した。 この16の公使式は政府より認可を受けて、支線での公使の発行を独占し、信用を高めたので重い鉄線よりも公使の方が徴用されるようになり、他の土地の公使や会主を圧倒した。その後、支線の公使式は事業に失敗して、動線の準備工が足りなくなり、不払いを起こした。2 3年、これを見ていた政府は公の利益に目をつけて、業とし、 民間では禁じた。総政府は本船として36万指を備え、発行限度額を125万余り指として、講師を流通させた。ここに至って講師は手形ではなく、紙幣となった。講師はその利便性から需要が増え、また、総政府は北方の量、成果との軍事費に充てるための財源として、講師を保守し,し、 新層の1072年に発行額を倍に増やし、その後も増え続け、次第に乱発気味になって、基層の1 1 0 6年には2600万差しと当初の20倍以上に、膨れ上がった。乱発とともに打感が停止され、講師の価値は一気に下落し、額面一貫の講師が、税に十数分としか取引されないようになった。ここに至って、講師の流通は止まり、 政府は1107年に講師に代わって、船員を発行するようになった。後に、南宋になってから千鼻規もまた信用を落として、代わりに海紙が発行されるようになった。南宋では、銅船の発行が減ったため、紙幣である海紙の発行が急増した。地方によって紙幣が異なり、安在海,使海紙、歪南講師、古行海紙、四川の船員などがあった。 海紙の発行は1回ごとに増加し、早金戦争の時代には1億4000万巻、モンゴル、南宋戦争の時代には6億5000万巻と大量発行された。講師には、堺と呼ばれる期限が設けられており、新しい講師と交換せんれば単なる紙切れと化した。北宋、南宋ともに、紙幣は、境制によって有効期限が3年と定められ、 一回ごとに125万巻が発行され、境が異なる紙幣は異なる貨幣とみなされた。講師、解雇どもに、基本的に、工学面で、開紙は1巻、2巻、3巻の種類があった。紙幣には、有効期限があり、期限前に診察との交換は可能だが、新旧の紙幣交換には、手数料がかかった。ありがとうございます。